おやおや、また雪景色になってるぞ。このマップはマイナス4度が最低気温だから雪は積もらないのではなかったのか？目論見が見事に外れた。どうするんだよここから。どうしようもないからこのままこのマップで進めていくことにするよ。さすがに前回のマップよりは積雪区間は短いはずだし。てか、最低気温マイナス4度のマップでもこんなに一面真っ白になるんだな。これはさすがに予想外だったね。まあ日本らしい四季が味わえるということで目をつぶろう。で、前回から何か進化した箇所はないのか？いくつか裏で作業したところがあるから簡単にそちらを見ていこう。新たに整備したのはここ。工場寺ニュータウンの南側にも団地風のエリアを開発してみた。6車線の機関道路を挟んだ向かい側には医療施設エリアを設置。設置した病院はアップグレードし通常の病院よりワンランク上としてみました。病院屋根の積雪した雪の質感すごいな。まるで実写じゃないか。ニュータウンの一段下の区画にはリサイクルセンターを設置。積雪のおかげでゴミがうまいこと隠れてくれているな。こんな感じでニュータウンエリアをさらに開発しました。それではここからは本題移っていこう。今回は線路を敷いていくんだったな。そうそう、このマップは線路が一切敷かれていないから一から敷設していく必要がある。で、どんな感じで線路を敷いていくんだ？平野で敷いてしまおうかと考えたんだけど、マップで天然資源の範囲を確認するといろいろな資源が各地に点在しているんだよね。前回の都市計画で、名古屋エリアにしようとしていたところには鉱山や肥沃な土地が広がっているな。後々のことを考えて、天然資源が埋まっているエリアはなるべく避けて線路を敷設していきたいところ。というわけで、名古屋エリアは庄内川東側河口に変更します。ここのエリアに都会が広がるのをイメージして、平野を作っていこう。庄内川を挟んで構造寺ニュータウンと名古屋エリアを作っていく感じか。ということは、どこかしらで庄内川を渡り、名古屋エリアで大きくこう描くような線路配置になるのか？そうだね。今整備している平野に金山、菊草、大船も入ってくる感じになるね。結構傾斜があるので、平坦部を2層に分けて、地形を整備していきます。段差になっているところはなるべく傾斜が緩やかになるようにして、完成。それではお待ちかねの中央再線の敷設に移ろう。まずは、構造寺駅を設置します。ここを起点に線路を敷設していこう。構造寺駅の北側に伸びるであろう線路の地形を整備しておく。ここも割と傾斜があるところだから地形整備が必須なんだな。地味だけどこれをやっておかないと線路が波打って見栄えが悲惨なことになってしまう。地形が完成したら線路を敷いていこう。地形の整備が甘かったので再調整して外部につなげます。各ホームにつながる線路を本線につなげます。今敷いているところは1、2番線に接続する線路。1番線には愛知環状鉄道が乗り入れる予定だからいい感じに分離させたいのだけど、結構苦戦中。お、いい感じに接続できたな。次は春日井方面に線路を伸ばしていく。庄内川に橋を架けて、金山駅の大カーブを再現して、ひとまず名古屋駅付近まで敷設完了。ここからは構造寺駅の隣の隣の駅にあたる春日井駅を設置しておこうと思う。中央再線の駅全部を再現していくのか？地形的にさすがにそれはちょっと無理だけど、有名どころの駅は設置していこうと思うぜ。ここも傾斜が結構きついから地形整備しておいて、線路を敷き直します。ここに駅アセットを設置。そして構造寺駅と春日井駅の間に車両基地を設置。実際には人用車両基地があるよね。中央再線本線から側線を伸ばしていき、車両基地と接続していく。
水道、電気がないと怒られているので、最後に道路を敷設しておこう。よし、完成。せっかくだし、電車走らせてみようぜ。オッケー。春日井、構造時の一駅間だけだけど路線を設定してみよう。お、早速電車が湧いたみたい。ピン止めして様子見。春日井駅到着。こうしてみると結構リアルだな。分岐を通過するところだけは違和感があるけどね。構造寺駅到着。いい感じだね。では、最後に構造寺駅周辺を開発していこう。北口に当たる部分には現実と同じようにバスターミナルを設置しておこう。南口に当たるエリアは、とりあえず駐車場を整備。実際には今年になって再整備が行われ、かなり綺麗になっているよね、構造寺駅。以前とは比べ物にならないくらい綺麗になってたな。北口も再整備計画があるらしいので、どのように生まれ変わるのか楽しみだな。北口バスターミナルの横には大きめの病院を設置しておこう。名古屋特集会病院だな。せっかくなのでアップグレードもしておきます。結構区画整備したけどあまり建物が建ってくれないな。まあ、そこはおいおいっていうことでいいんじゃないか。そうだな。人口も4000人超えたし、今回はここまでにしよう。今回は中央西線の敷設と構造寺駅周辺の開発を行いました。ようやく春になって雪解け、雪化粧から解放されたな。どんどん街づくりが進んでいきそうだ。次回もお楽しみに。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。